まずそのゴジラという作品に出演できることは、小さい頃お仕事を始めた時からいろんなマネージャーさんであったり映画の方に先輩方の功績とかを教えていただいていたので、そのずっと見守ってどこのそばにもいてくれたゴジラっていう作品に出演できることは、こう小さい頃の憧れを叶えられるような気持ちがあって、大変光栄に嬉しく思いました。